小ヤギチャンネル、まっしゃい。はい、どうも毎度小ヤギです。本日はですね、ガシャ動画なんですけれども、新キャラでコアラが誕生しました。誕生ちゃうわ、登場しましたね。はい、ということで誕生でも間違いじゃないかもしれないけど、このねコアラね、引いた方がいいですか、それともあのダイヤをね貯めておいた方がいいですかっていう質問が何件かあったんですけれども、小ヤギ的にはまあパスしてもいいかなと。ただまずこのねコアラのキャラ特徴さえ見ると、スキルでね、このスキル2があるんですけれども、これね、これじゃねえな。はい、というわけでね、まあ、早速コアラなんですけれども、このコアラについてね、ガシャを引いた方がいいですか、それとも、ダイヤをね、まあ、大地に貯めといた方がいいですかと。で今後ねどんな、まあ、キャラ出てくるか分からないですけれども、コアラはまあ、強キャラの可能性がちょっと出ているというかですね、まあ、レディと同じでですね、ジャスト回避がね、はい、このキャラ特性ね、ジャスト回避時に近距離にいる一定範囲内の敵に混乱状態を付与する、かつ敵が20秒間攻撃力が 30% 減少すると、まあ、レイリーみたいに自分に付与する、バフがつくものじゃなくて、これはまあいわゆるデバフですね、敵に対して、デバフが発生すると、マイナスな能力が発生する、20秒間攻撃力 30% 減ね、まあ、ただ、まあ、この、まあ、テクニカルなキャラで、多分バウンティーラッシュこのゲームにおいてレイリーが一番プレイヤースキルが必要かなと。でその次に必要になるかもしれない、キャラがコアラということでね、プレイヤースキルに自信ある人は、まあ、引けばいいし、小ヤギは、TikTok とかでの回答としては、まあ、このコアラ愛、あとサボ愛がある人は引けばいいんじゃないですかねと。あと、まあ、そのプレイヤースキルに自信がある人なら、まあ、もちろん引くべきやし、これなんといってもレジェンダリーじゃなくてね、工場キャラなんでレイリーより育てやすいっていうところも、まあ、1点あるので、まあ引いてもいいのかなと。まあ、確定まであるので、220ダイヤあれば、まあ、1体は確定するので、まあ、素体がゲットできるっていうところでね、まあまあ引いてもいいんですけども、小ヤギね、レイリーも中途半端、育ちきってないんですよ。なおかつこのコアラを育てるかって言ったら育てないんじゃねえかなと思って、まあ、正直引かなくてもいいかもしれないんですが、一応ねダイヤがまあ溜まりましたというか、久しぶりに課金しましたので、まあ、一応引けると、確定までいけると。でこのコアラね、まあ、コアラファンには嬉しいんですが、サボファンにもちょっと嬉しいと。はい、こんな感じでね、はい、スキルにはね共同スキルでして、でここからコアラ見ても、はい、こうやってね、はい、サボがね出てくるんですよ。はい、こんな感じでねサボが出てくると、はい、サボがセットなんですよ。いや、サボファンにもねちょっと嬉しいということで、まあ、サボコアラね愛してやまない方は引いてもらってもいいんじゃないかなと。で早速ね、確率で言うと 5% で、コアラが 1%、 まあ他にピックアップありますけども、まあ、他のキャラよりかはちょっと優遇されているピックアップということで、もう引きましょうか。はい、小ヤギの結論としては引くです。小ヤギは、ダイヤあんま溜め込むようなタイプじゃないので、もうガンガン使っていきます。はい、なんとか220個用意できたんで、さあ行きましょうか。さて1点からの、はい、これで3点の、はい、5点、いいですね。
はいはい、これで6点ね。まあ、背景は普通で、まあ、6点ですね。どっかで引いてるでしょう。さて、ゲホって言った。ゲップ出た、ゲップ。ゲップ聞こえました？はい、これバウンドパンだな。でね、ダイヤが本当に足りなくて、もう全然もう課金 しないと足りないし、課金は結構控えてるんで、そうですね、もし途中でコアラが出たらやめるかもしれない。で今のが30ダイヤですね。で次が40ダイヤで50、50、50だから、まあ220っていう計算ですね。さあ、これも確定は何もないけども、演出によっては、はい、演出がやばいですね。1点の、はい、2点、あと2点、あと2点、あと2点、あー14、これはダメでしょうね。これが金色じゃないと、赤だから足りない。これはもうスキップしてもいいかもしれない。いやー、何も引いてないだろうな。 5% だからまあね、難しいかな、ちょっと。よいしょ、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 ダメですね、ダメです。さあ次は1体確定だから、まあ正直演出は期待できない、期待できないというか、この演出が厚かろうがそんなに意味はないけども、今4点か、あー6点の8点の遊園地、これピックアップ来てる可能性はあるかもね。ここでもし来たらガシャを今日はもう終了すると。あら、あらららら、ら途中で引いてる、途中で引いてる。これはもう一体期待できる。おしょ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 し、オッケーオッケー。さあ最後確定分が誰かですね。来いよスネークマンで、来いよ。まだここか、まだちょっと次かな、さすがに。スネークマン、マジで言ってる？違う、でかい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 。ウルージはもうとっくに100なのだ。ウルージ最近よく使うようになったけど、硬いね。ウルージは強キャラですね、確実に。はい、ただゲットしたよと。次星4キャラ確定だけども、やめとこうかな、やめとこうかな。まあまあ追加で引けるし、これね、もう一周ガシャポイントいける気がせんのよね。もうダイヤがさ、もう圧倒的に足りなくて、そんでね、このちょっと動画の続きに多分載せるんですけども、今ね、前まで白ひげとガープ持ってないって言ってたんですけども、今ガープ、コアラを引いたことによってガープだけになったんですが、白ひげはね、当たったんですよ、当たったんですけども、ちょっと、まあ、悲しい出来事がありまして、そうですね、まあ、全キャラコンプもできてたかもしれなかった、ただまあ今残念ながら、まあガープだけ持っていないと。そのピンポイントでガープの使い方を教えてくださいとか、いろいろちょっとコメントいただくんですが、お答えできません全然わかりません、ガープについてね。というわけでですね、今からこれは過去動画に、遡るんですけれども、その白ひげを引いた時のガシャですね。でとりあえず、ガシャポイント1周目ね、到達させるために青属性ガシャ引いて、まあおまけもあるし、引いてるって感じですね。はい、これね、正直嫁さんと引いたんですよ、実況なしで。いや、かなり盛り上がったんですけども、はい、音声は当てていないと。そしてなぜかチョッパーが当たるっていうね、はい、雪チョッパーね、はい、小ヤギ的にはいらないですが、はい、
これピックアップだったんですよね。そうね、イクマン出ちゃってますね。さあさあさあ、これね、まあ正直もうかけらのためだけに回したって感じですね。もうどん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 行きましょう。はい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 。星2のチョッパー可愛いですけども、はい、次行きましょう。どんどん回していきますよ。まあ、演出的には1点のここが、はい、2点で3点からの、はい、4点ですね。もうこれで、確定ですね、1体ね。で、後ろ 32GR なんで2点の池が白だから6点と、はい、まあ何かしら当たってるよって感じだけど、後ろ遊園地なんですよ。だから遊園地はちょっと期待しちゃう感じしますよね。はい、スネークマン出た。誰だと思いきや、はい、二面をチョッパー。もうこの時爆笑しました、マジで。チョッパーに加えてチョッパー。いや、チョッパーいらんのよ。そしてスネークマン、誰だと思いきや、レイジュ。はい、この影はレイジュです。はい、外れです。もう100なんでね、レベルね。レイジュはでもね、まあまあやっぱ強いかな。毒はね、スコアはかなりモリモリになるんで、強いですよね。さあ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 、このかけらのためだけに引いたんでね、はい、これ回収します。でもうロジャーに全部割り当てると、さあこれね、バトルポイントじゃない、クリスタルのかけらでロジャーがあと544個、544個、ちょっと先長いけど、まあでももうレベル87だから、とりあえずロジャーは80までレベル上がればなんとかなる。いや、80に行ってない状態でも結構使ってたから。まあまあ、ロジャーね、もうほんとレベル100フルブースト恐ろしいかなって。いや、このね、ちょっとね、あの本当に課金してないんですよ、あんまりね。で、今回のガシャで課金したんですけど、こういうチケットもマジで全然買ってなかったって感じですね。ただこれ買ってもね、白ひげとガープが当たる保証はないんで、確定じゃないんでね、30% とかなんで、まあ倹約家になりましたね、結構。ただこの490円のやつはもう嫁さんにもう買うよって言って買いました。はい、1個あたり20円ぐらいなんでね、ダイヤが、まあ、激安ですね。はい、まあ、普段元の値段から見れば激安感じですね。そしてもうここが問題ですね。はい、もう青属性ピックガシャはピックアップガシャはもういいから、はい、この2択ね、はい、チケットがまだ溜まってないから、このね、バウンティーフェスにちょっとかけてみると、これね、もうダイヤが62個、これ11連引けると、7% にちょっと期待しようじゃないかということで、これを引きました。さあ、バウンティーフェス11連ですが、引いていきます。 7% にかけて、 7% 引いてからの 1% ね、まあ一応優遇されている白ひげとガープは、でこの時点でどっちも持ってないから、どっちか来たらまあかなり激アツと、点数的にはかなりアツですね。しかも背景が遊園地っていうことで、ちょっと期待しちゃいますよね。神々。さあ、さあさあ、どうでしょうか。まあ、小柳はもう結果知ってるわけですが、はい。7% 引きました。スネークマン、誰だ？白ひげ。白ひげです。さあ、白ひげを引いたということは、あと持ってないのは、ガープだけ。そして今から、白ひげとガープの2分の1を引くわけですよね。はい、まあもう今現時点で、ガープ持ってないわけだから、白ひげを引くという結果になるわけですが、まあね、これがね、あの小ヤギちょっと2分の1引けなさそうやなと思って、嫁さんにね、エリちゃんに引いてって言ってお願いして引いてもらったわけなんですけれども、いやー、ガープ引けると思ってたよね。いやー、2分の1やで、2分の1。
50% 外すかって感じだったけども、まあまあちょっと結果見てみてください。はい、ここでちょっとためらってるのは嫁が押すタイミングちょっと見計らったんですが、それがまああだとなったのかななのか。はい、まあ、演出的にはねもう星4確定ですから、どっちかが確定しているとこの瞬間までは引けると思っていた。ただこのアタッカーマークで影が出てきた時に、ああ白ひげ、はい白ひげ終わったーって思いましたマジでいや白ひげねかぶりましたね。いやガープが良かったんよここはね、ガープが良かったけども残念ながら白ひげということで、現在ですね、コアラはゲットして、小ヤギが持ってないキャラはガープのみになったと、全キャラコンプならずと、悲しいですね。はい、この時にはいガープですね、ガープだけ悲しい。はい、というわけで、今日はコアラのね解説もついでにして、終わりにしたいかなと思います。さあ45ぐらいにしようかな。はい、スキル4までね、とりあえずね、スキルレベルは4まで上げます。はい、じゃあとりあえずコアラの解説ね、スキル1魚人空手ね、中距離にいる一定範囲内の敵にダメージを与えて吹っ飛ばす、スキル発動から一定時間よろけ無効効果を得る、レベル5で、移動速度低下を付与する効果が追加されると、ジンベイと同じような技ですかね。スキル攻撃力は594と、まあ、そんなに高い攻撃力ではない、まあ、クールタイム22秒ですね。で吹っ飛ばし効果がついてますと、まあ、でよろけ無効効果もあるから、まあまあ使いやすいかな。で、移動速度 10% 減少で効果時間が20秒、地味にうざいやつですね。はい、そしてスキル2、これがダブルチームスキル、はい、サボトのね、スキルなんですが、遠距離攻撃ですね、一定範囲内の敵にダメージを与えて一定確率で振動状態を付与すると、これがまあまあ強いですよね。さらに遠距離にいる一定範囲内の敵にダメージを与える、スキル発動から一定時間よろけ無効効果を得ると。でただね、これあスキル2段目は強いな、1段目が301、振動が 100% で発生5秒間、でスキル攻撃力が527、2段目にあると。ただクールタイムはぼちぼち、まあまあ39秒って感じですね。なるへそ。でキャラ特性ね、このキャラの一番の特徴と言っても過言ではない、まあ、もうこれに尽きるよね。ジャスト回避、とりあえず回避、ジャスト回避をうまく成功させろと、そういうキャラですね。成功時に、近距離にいる一定範囲内の敵に混乱状態を付与する、かつ敵が20秒間攻撃力が 30% 減少すると。まあ、レイリーと違ってジャスト回避して、まあ、そのままキルに、KO につなげれるかっていったらそういうキャラではないですね。まあ向こうがレジェンダリーでこっちは普通の工場キャラですから、まあそこら辺の違いもありますが、ジャスト回避で何か発生するっていうのはレイリーに続いて2キャラ目なんでね、まあだいぶ貴重な存在かなと思いますね。で回避のクールタイム短縮速度が 50% 増加すると、はい、もともと他キャラより回避早いですが、その上さらに、メダルで短縮してあげたらなと思います。どういったあのメダルつけたらいいですかっていう質問も受けるので、コアラにはもう絶対あの短縮回避短縮系つけてあげてください。はい、もう回避が鍵ですね。はい、で、特性1、敵チームのお宝エリアにいるとき与えるダメージが 30% 増加すると、赤属性のアタッカーです。はい、で敵を KO したとき体力 15% 回復すると、これはでかい。だからね、
まあ、ジャスト回避うまく使ってキルまでつなげれないかもしれないけど、まあ、それはあの敵の残り体力にもよるし、満タンやったらね、きついですけども、まあ、ジャスト回避したら混乱付与して、攻撃力 30% 減少してるんで、まあ、こっちも差しで戦いやすい、1対1で戦いやすいで、まあ、勝ちやすくはなるかなって感じですかね。もともとアタッカーなんでね、攻撃力ガンガンに振って、短縮、回避にも短縮がかかるようなメダルの設定にしとけば、まあまあキルして 15% 回復して、まあ、生きながらえることができるかなと。はい、というわけで、まだ解放されておりませんが、特性に星5で、レベル80ですね。で、特性解放になります。まだまだちょっと先長いんですけれども、自チームのお宝確保数が敵チームより少ない時、負けている時ですね、与えるダメージが 20% 増加する。これもでかいね。負けている時だとキルしやすくなるかもね。かつ回避のクールタイム短縮速度が 30% 増加すると。ここでも回避のクールタイム短縮かかるんや。なるほどね。ちょっとやっぱり強キャラかな、強キャラ感も出てきたかな。敵から最大体力の 50% 以上のダメージを受けたとき、受けるダメージを 30% 減少すると。なるほど、なるほどね。あんまり大きいダメージは食らわないと。なるほど、なるほど。で、ブースト特性はクリティカルで与えるダメージが 10% 増加とありますが、この話ですね。だからこっち行くと 20% 増加しますね。はい。で、チームブーストは攻撃力ブーストですね。アタッカーって感じですね。ではですね、ちょっとだけ、連れていきましょうかね、100サバにでも。はい、では早速コアラ連れていきます。はい、サボ一瞬撃ってましたね。いやー最高ですね。あ、オートなってた、オート。まあ動きは普通だけど、これ1、2、3発目に3発目に連打で、さらに4発目があってからの、4発までですね。ただ実際のコンボ数というかヒット数は何ぼやろ、3やから6連撃やな、言うたら。じゃん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 。ちょっとスキルも使いたい。これ遠距離って言ってたよね。おーおーおー、かっこよ。なるほど。これは近距離、近距離、遠距離、かっこいい。ちょっと待って。そう、なるへそ。タン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 、なるへそね。いやいや、そういうスキルね。いや、攻撃しか効いてくる。痛い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 。ジャスト回避したい、ジャスト回避。これでドン。アタッカーだからこの技は、まあそのスキル攻撃力としては高くないけど、まあ、それはメダルとかで多少カバーできるから、まあ混戦してるところでは強いよね、巨人空手スキル1。なるほどね。サーボくん、ナイスナイス。いや、いいねいいね。
っちゃん。ジャスト回避下手くそ。あー中でもいいな。今やねん、雑魚邪魔やねん。あスキル間違えた、間違えた、間違えた。回避を落とした、スキルで死んじゃった敵が。こういうことか。なるへそ。混乱と攻撃力ダウンやね。なるほどね。なるへそ、なるへそ。もう解決することは特にないんだけどな。混乱って地味にだるいもんね。あちょー、なんでやねん。なんでやねん、なんでやねん。あとやっぱ敵をワンキルごとに体力 15% 回復、これがでかいよね。ヒルが何もない。よいしょ。いいね。あー感電された。2発止めかな。3発で止めたらどうなんやろ。これはねんけど、二発止めだな。これ二発止めだ。痛い。さあ。こんな感じですね。まあまあ強キャラの部類には入ってくるんじゃないですかね。まあレイリーとどっちがいいですかって言われたら、多分それはレイリーだとは思います。はい、というわけでですね、本日の動画は以上で終了となります。また次の動画でお会いしましょう。小柳でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。